い、こんにちは。池袋タップダンススタジオリズムスピーカーインストラクターのリキです。本日はシムシャムの2番のステップ一緒にやっていきましょう。それではレッツゴー。はい、それではまずシムシャムの2番のステップやっていきましょう。まずスタンプ右足から5回踏みます。1、2、3、4、5回ですね。もう一回いきましょう。せーの、1、2、3、4。そうしましたら5歩目をステップに変えます。これを入れて1、2、3、4。最後はステップになります。もう一回いきましょう。せーの、パッ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 。はい、そうしましたらこの今上がってるかかとをヒールヒール、このステップを打ちます。最後つま先で終わった状態からかかとつま先かかとつま先、これを組み合わせて1、2、3、4、かかと、かかと。足踏み自体はこの状態になるのですが、前回行ったスイングというリズムでこのステップを踏んでいきます。スイングで踏むと最初は同じなのですが、後半が変わってきますね。せーの、こうからか。最初の足踏みは5歩踏んで同じなのですが、後半のヒールステップヒールステップがタラ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 というリズムになりますね。上がってる状態からヒセヒセタラ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 、こういう感じで後半のヒールステップヒールステップがスイングになります。これを最初から入れていきますね。で、シムシャムは全て8スタートから始まるので8から始まります。5、6、7、8、1、2、3、4、5、5、5。もう一回いきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。できましたか？ラスト1回いきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、5、5。はい、まずはこのステップを覚えていくのですが、これだけで終わりじゃありません。さあ最後、このヒールステップヒールステップをこのような形で使っていきます。せーの、えいー、方向を変えていきます。さあ、この方向を変えるやり方ですね。1、2、3、4、ここでつま先を持ってる状態で、この下ろした瞬間につま先を軸に反転します。この状態からよいしょ、反転してあげます。で、そこまで大きくいかなくてもいいので少し反転してあげましょう。で、反転してますが、このままかかとは上がってるんで、ヒールステップ、ヒールステップ、後ろに下がるような感じで使っていきます。かかとが上がってる状態から、ヒールステップ、ヒールステップ。これを組み合わせて、このような感じで、5、6、7、8、1、2、3、4、ヒールステップ、ヒールステップ。このような感じでやりますね。もう一回いきましょうか。まず難しかったらその場で練習してみましょう。じゃあやっていきますね。
右足から5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、
ていきたいのは、最初の足踏みをなくして最初からタタ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 タ、後半の部分を2回連続入れていきます。左足からタタタタタで、今度は右足からタタタタ、これを連続してセーエイタタ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 。さあ、では一番最初からやってみましょう。右足から5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、
つま先の反対の部分ですね。ここを焦らずに、フォーと乗っかるような感じで、さらに伸ばすような感じで、スイングを意識してみましょう。ラスト1回いきましょう。はい、お疲れ様です。今回はシムシャムの2番行いました。動きが少し難しいのですが、ゆっくり覚えていってください。次回はシムシャムの4番、最後ですね、一緒にやっていきましょう。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。それでは。